はいどうも秘密結社フェガム総帥ハッチでございます。今回は今夜も結果論ということで、まあ、7月26日分ちょっとね出遅れてますけども、まあ、結果のチェックをしていきたいと思っております。そんなわけでね、まずはアイビスサマーダッシュの週でしたね。まあ、ライオンボスが2着に敗れてジョーカナちゃん、ジョーカナちゃんもね直線巧者でしたね。まあ金量差、ライオンボスが前走勝った時に、3キロ差だった金量差が今回4キロあったんだっけな。まあそんな感じでね、1キロ分開いたのが大きかったかなというふうに思っております。まあそして穴目の馬も含めてやっぱり外枠決着でしたね。そしてね、こんな感じでいってます。早手スプリントですね、盛岡。まあ、これ3連服で320円なんですけどね、こんな配当なんで確かマナホクレで頭でいって外したんですが、これね、あのマナホクレで3歳で56キロしょってんですよね。まああの JRA と違って小あの地方の場合3歳度がね同じ金量背負わされるんですね。まあ、そうするとなかなか勝てないってことで、まあこれ JRA の感覚で3歳馬ポーンと買っちゃうっていうのを、うん、いい教訓になったよねというふうには思います。まあ最近ね地方の売り上げ伸びてるんで新しく参戦する人多いんですが、この教訓っていうのはね皆さんにも共通してくるんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひ覚えておきましょう。失敗したね本当に。まあ、そしてバスラットレオンが勝った札幌5レース新馬、バスラットレオンは初号で母輸入繁殖牝馬データなし。まあ、あとはね、データのある馬で決着ですね。森のカンナちゃんも上が、まあ、地方で新馬勝ちしてるんですね。で、ポルトベッキョはポルトフィーノの子ですからね、エアグルーブの品系、新馬適性のある品系ですね。まあ、そういう意味では新馬適性のある決着と言えたと思います。そして札幌6レースの方がこんな感じになってます。勝利の乾杯は初子でした。で、デルマ魅力が外国3馬。ってことで、レガーメダモーレ、データがある中ではね、一番新馬適性がある馬が、まあ、一番上位に来てるというふうにも言えるレースだったと思います。まあ、そんなわけでね、今回も、まあ、駆け足でね、ちょっと差を詰めていかないと やりきっていかないとまずいんで、こんぐらいにしておきたいと思います。チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。以上、ハッチーでした。